ガオ牛の餌の時間です。早くね、食べないともう色が変わってきましたね。ですがね、あのコープコブレのね、ぼったくりのことはありません。ですので違いますよね。今近くのロピアの休みです。もう閉店してますから。あれですけど、心配しなくても毒じゃありませんからね。少しね、あの色こっちばっかりなんですけどね、わさびもつけて、本日ね、もう満室のようで、結構あの来られてますね。朝食が大変ですからね、一人食べましたけどね、ハンバーグ良かったですね。ハンバーグね、食いたいと思ってましたからたくさん食べてもいいんですよ、たくさん食べ好きなね食べて、お腹いっぱいになればそれに入れてね、まあ、たくさん食べる方もいらっしゃいますよ。それはね、もう人のお腹もまちまちですから。ペーパーね、あ、そういう清掃入るんでね、使えばね。まずこれね、早く食います。とりあえず取ろうんですけど、大根ついてます。ですがね、ぼったくりのほどでもないですよ。ぼったくりはね、食えませんでしたからね。おっぱいなんですよ、今ね。ああ、こういうちょっとね、はい、遠方から来られました、なかなか。ね、今まではね、奈良に泊まってくださいで、なんか荒井さんもアピールされておりました、昔はね。このキャンペーンを行っておりますから、結構ね、泊まれる方がいらっしゃるんじゃないですか。泊まりがね、大阪か京都の方に行かれるようで、
水産です。まあ、あの別に、まあ、あの、まあ、食えばいいんだね、今日はね。食えばいいんだよ。食えばいいんだよ。ね、550円ってことですね。先ほどのあの生駒なんですがね、印象ストアは私国語普通にね、先生に行く時は奈良県にはね、あの大和宝高田市にありますけどね、何度となくね来ましたから、今沿線ね外れましたら寂しいですよね。近鉄の文字見えますが、まあそれ普通ですけどね、それでね、人もね全く異なりますね。それだね、それだね、本日はね、クーポン使いませんのよ。あ、クーポンね、まだ14枚、1枚の線がありますからね、これ使わないとね、紙でなりますから。使うとかありますね。さっくり出すもの。中島水産はね、ほとんどの方は値引きの時になりますとね、いらっしゃいます、はい、面白いものがあります。邪魔されるね、誰も邪魔されるね。6年もね、いませんから、うん、人の顔を合わせないようにするのがね、もう精一杯です。読んで買い物しててもね、うん、人と顔合わせないと精一杯です。従業員さんもろくな客ねえから、従業員さん大変ですよ。
なんか尻尾ですけどね。これしかありませんでした。乗車して30分程度でね、帰れたと思う。到着までそのままね、生駒からノーカットでね、そのような味があります。これがした。
確かにね、うん、天王寺で買うのと味は全然違いますけどね。まあ甘くですわね。ですわね。コープ神戸ぼったくりとは比べられますね。たっくりです。これで、もう握りが550円、約ね。モトローの500円で。マグロ赤身がね、1000円、1100円で、まあ2000円ですよ。なんか松葉ガニの小さいカニ、青紅ガニでしょうか。ゆっくりと食べませんからね、カットするのがありますよね。
on how it is. みんなこれもね、ここにいてもあれでしたからね。なんかバタバタと。休んでまだ寝ませんけど、みんな朝食ね、考えると寝ないで待つのもね、あれなんだよ。そんなあまりね、昨日どんなものか分からないから寝ていませんね。私は以前四日市で泊まりましたところね、カレーとかね、朝からカレー含まれてるね、含まれている食べれなくてもね、料理変わらないね。ね、食わないからね、料金安ければね、その料金しますから、国家でもいろいろ安くすると逆にね、お保存しますからね。クーポン使ってね、まだ使える。まあ、行きたいとこあるんで、使わないと紙入れですからね。言いました。生姜残ってます。生姜は食べておく方がなんかいいとかなんとかで。まあ味はもちろんね、まあ文句は言えません。味はもうね、私が戦争28日に買ったらね、もう全然違いますけどね。これで終わりです。昨日シャリの量が大きいんでね、お腹いっぱいになりました。